嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。毎週水曜都市伝、はい、のコーナーのコーナー、全部がないから俺がのコーナー。年末にリフティングの動画でお世話になりました。おちんちんブラザーズに来てくれた。おちんちんブラザーズ、こんなハンサムな顔してんのにおちんちん。リフティング今僕日本チャンピオンで、はい、プロとしてやらせていただいています。で、はい、YouTube もね、はい、この前出させていただきました。ヨウと申します。よろしくお願いします。ヨウリフティング世界75000に世界3位と2位、はい、そうっていう感じで、最初にあんなこと言うから信じづらくなっちゃうよ。どういう、まあなんか今日はね、あの年明けどうしても都市伝説一緒に見たいということで、ああなるほど、お願いされましてやりましょうかと。2019年入ってさらにハイクオリティを増している僕の都市伝説なんですけど、本日もねそのスペシャリストドテズラさんにお越しいただきました。もう俺はリフティングできないけど都市伝説喋ることぐらいだったらできんだよ。ああちょっと違う、臭くないから、あ、書けないんだね。うわうわうわ、我々といえば幽霊みたいなところありますよね、ということで心霊ですかね。霊についての都市伝説をねちょっと喋ろうと思いますわ。はい、まあ、日本人の平均寿命って80年って言われてるんだけど、霊にも寿命があることが最近判明した。まあその霊の寿命っていうのがだいたいね400年って言われてる。マジ、なんで霊が400年って言えるかっていうと、はい、うん、まあ今から400年前1615年に大阪夏の陣っていう大阪城付近でも豊臣と徳川の戦争が起きて、まあ、そこでも大量の死者が出たんだけど、最近までその大阪城付近で幽霊が出たんだけど、1615からそのちょうど400年後の2015年、はい、ここら辺からやたらと減少が減ってっていう、霊の目撃情報が明らかに激減した。なるほど、ちょうど重要なんだ。そう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 、だからこのことから400年って言われてるんじゃないかって言われてる。でも必ずしも400年って言われればそうではなくて、恨みが強ければ強いほど寿命がね伸びるらしいのよ。だからお前いる。いや恨みあるわけじゃないし別に。見てこれ色、怨念だらけ。いいやめろ。日本でもうその最大レベルまで生きたのがストック天皇って言われてて。ストック天皇、ストック天皇だって。ストック、ストック天皇、ストック天皇はあのお前の言い方が悪い。あ悪いよ。ついてる。あマジで。ストック天皇、ストック天皇。いやもうダメだね。やるのもうこれ言えない言えない。ストック天皇じゃあ何年まで生きたかっていうと、あ、じゃあそういうのゲストに質問してあげる、うん、あ、そうだね。これ何年まで生きたと思う。何年まで、あの寿命ですか、ストック自体。そう、あの寿命、ストック自体40年ストック40年、じゃあ40年僕幽霊としての年齢でしょ。そう、幽霊としての年齢。だいたいじゃあ400引くまあ50とか100ぐらいだから、うん、じゃあ300。なんで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 このスピードだ、こいつめっちゃバカや。リフティングしかできないんじゃね。正解はね800年です。えぐ、ストック天皇は政治の実権を鳥羽上皇に奪われ、さらに島流しの刑に処されたため天皇家を恨んでいた。自分の舌を噛んでその血で天皇家を呪った。その結果後白河天皇の親しい人や摂政に任されていた人物が次々と亡くなった。で、じゃあ今から400年前大量に死者出た事件をちょっと列挙していきますね。関ヶ原の合戦、まあ、ああそれそれ1600年関ヶ原の戦い、あと1582年本能寺の変で信長殺される。じゃあもういいなお前。1637年島原の乱とか、うん、これらの事実を列挙した時点でちょっと僕気づいた点がありまして、いろんな記事を調べて回ったんだけど、確かにこれより昔の幽霊の目撃情報ってマジでない。平安確かに侍の霊とかって聞くじゃん。その前の霊って聞かないと。そう、幽霊の霊とか見たことない。言われてみれば、姫子とか、姫子の学校ってなんかさ布団みたいな、はいはいはい、あの例とか聞かないじゃん。これちょっとね面白い話があって、人間が亡くなってあの世あるじゃん、あの世に転生するための試験みたいなのが存在するらしいの。霊の寿命終わったら生まれ変わる。そう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 、そういうこと。
で、その今背後霊とか守護霊って呼ばれるものがあるじゃん、うん、あれって試験の真っ最中してる最中なのよ、うん、というと人間って一人に一体は絶対守護霊ってついてるらしいよね。で、その守護霊がこのその人の寿命を全うしてあの世に送ってあげれたらこの背後霊も一緒にあの世に行けるわけで、これができたら合格なわけ。これが終わったらもう一回現世の人に取り付いてあの世に送る。これを何回かやってるとあお前はやるやつだなってなって転生できる。大丈夫ショートコントみたいになっちゃう。背後霊って人間に話しかけたりとかすることはできないんだけど、あるコミュニケーションを取ることはできるって言われてる。それが虫の知らせ。これ今から起きるかもって予感してたことが本当に的中しちゃったりとか。俺めっちゃあるよ。そうそう、直感みたいな。じゃあ俺守護霊めっちゃいるってこと。守護霊めっちゃいるかもしれない。確かに。でもなんか幽霊物件に来てからよりなんかアイディアとか切れるようになったかもしれない。あー、それはでも本当にあるかもしれないんだよね。だからたくさんこの通ってる中で何体かは自分の守護霊になってくれてるのかもしれない。あー、ありえるわ。何この感動の絵。でね、その背後霊が守るべき人が不慮の事故とかで亡くなってしまった場合っていうのが、その背後霊はもうあの世に行くことができないのよ。守れなかった、うん、そうそうそう、守れなかったからもうこの現世この世で漂ってるって言われてる。それが400年なんだ。あ、それは違うな。だから幽霊の寿命が400年なんじゃない。そう、400年じゃ。400年じゃ。400年だわ。守護霊ついてないわ。めっちゃ守護霊ついてないよ。全部逃げてるでしょ。パスポートとかもめっちゃなくなし、全然守ってくれてない。ここも守ってくれてないじゃん。なになになに、俺らのせいでしょ。そうして、俺ら関係ないし。それはひどい。じゃ先に守護霊とかになるわけ。そういうことです。そうだね。すげえ合点がいくな。だっておじいちゃんとかがついてるとかいう話よくあるもん。先にだってね、幽霊になっちゃったらおかしい話だもんね。幽霊が必ずしもあの世行けないかっていうとそうではなくって、うん、そういう幽霊たちをあの世に行ってくださいねみたいなお祈りをする儀式、それが、うん、それがあのお祓いじゃなくて一周忌とか三周忌とかあるでしょ。ああ、そうなんだ。あれってそのためにあるんじゃないかって言われてるんだよ。すごいっしょ、うちのドテゾナさん。うおーってなるんですね。そう、引き込まれるし、ちょっとずつ。そう、なんか徐々に広がれてる。そのまあ生まれ変わるってさっき言ったけど、生まれ変わってる証拠としてこの世ってその世界各国見ても400年周期で安定期と混乱期を繰り返してるらしいのよ。悪いやつだ。なるほど。悪いんだ。そうそう、だから400年周期で出来のいい400年悪いやつ続いていくんです。そういうことだ。いや、そういうことか。えぐい。今いい方だ。今は悪い方。ええー、出来の悪いやつじゃん俺。で、ちょっと説明するよ。すいません、出来の悪いやつ。まあ日本を例にとれば西暦300年にまず統一国家が始まったの。で、そっから400年っていうのは小国の争いとか領土争いとかで混乱期を迎えてたわけ、うん、300年から700年、うん、で、700年に大化の開始、こっから700年から400年、ここは結構安定してた。で、次1100年から1500、戦国時代、うん、まさにそう、まさにじゃん。そう、鎌倉時代とか、うん、こう武士が出てくるよね。1500から1900は文明開化の武士。そう、文明開化と、あと江戸時代だね。江戸時代はもう200年間安定が続いてた。すごい急成長した。そう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 。そしてですよ、1900年から2300年、まさに今混乱期を迎えている。確かに 9.11 とか起きたね。あとイラク戦争とか、その北朝鮮のミサイルとか、結構やばい。そう、テロリスト系だけではなくて災害系もさ、東日本大震災、阪神淡路大震災とか、まだ始まったばっかりじゃん。1900年から2400年で、なのにこんなに悪いことが起きているっていう。だから混乱期はもうまず迎えたばっかりだから、これ以上にね、もう荒れ狂う世の中が来るっていうことはもうそう遠くない未来なわけですよ。激動の時代はもうすでに幕を開けているのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。あはは、今日素晴らしいわ。やったね、素晴らしい。暗黒時代。あー、そうだ、俺が暗黒でーす。ワンピースかって突っ込もうとしたのにちゃちゃ入れんなって。すいません、出来の悪い中の出来の悪いやつ。すいません。はい、ということで、はい、冒頭でも説明しましたけど、プレゼント企画スイッチやるということで、イエーイ、はい、正月年明けぐらいたまたまこのヨー君たちと会いまして、はい、S ハウス行かせてください。来ちゃいました。じゃあ分かったよって言って狙ったんだけど、その時ちょっとみんな盛り上がってたんで、なんかじゃあプレゼント企画やりましょうよみたいな、なんか僕ら40万人行くじゃないですかみたいな。なぜか俺らの話を上げて、なぜか購入されましたスイッチです。いつも通りチャンネル登録とか詳細載せてありますんで、こちらから応募条件クリアして達成してゲットしてください。ゲットしてくれよ。ゲットしてくれ。
今日コラボしてるヨウくんたちのチャンネルでもこれが1台プレゼントされますので、はい、僕らは100万いってる人とかに比べればいいですけど、ああ、まあ一応40万人ほどいるので、うん、正直倍率は高いです。ヨウくんの方はまだ雑魚なん、雑魚なん、1500人ぐらいなんで当たりやすいと思います、はい、確かに僕らの方も応募して、ヨウくんたちの方もそちらを見てもらって応募してください、はい、お願いします。お願いします。お願いします。ちゃんと中身新品ですからね、ぜひ応募待ってます。待ってます。好きになって信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が言う。